モデルプレスイコール2024年4月21日、俳優の長谷川博己が主演を務める TBS 系日曜劇場、アンチヒーロー、毎週日曜夜9時から、の第2話が、21日に放送された。嵐の松本潤が主演を務めた同枠ドラマ、99.9 刑事専門弁護士、の小ネタに注目が集まっている。ネタバレあり、写真、アンチヒーロー。99.9 で真逆の役演じる演技派俳優、長谷川博己主演、アンチヒーロー。本作は、長谷川演じる、殺人犯をも無罪にしてしまう、アンチな弁護士、明澄が視聴者に、正義とは果たして何なのか。世の中の悪とされていることは、本当に悪いことなのか。お問いかけ、常識を覆していく。日常の小さなことがきっかけで正義と悪が入れ替わり、善人が悪人になってしまう逆転パラドックスエンターテインメント。第1話では、町工場で起きた社長殺害事件の容疑者とされている檜山、岩田武則を無罪にするべく、明澄を中心とする明澄法律事務所の弁護士、紫の宮、堀田真由、赤峰、北村匠が奔走する姿が書かれた。アンチヒーロー。長谷川博己のセリフに注目。今回は、検察が檜山の DNA が検出されたという凶器のハンマーを提出。絶対的不利な条件の中、姫野健二、馬場透の過去を調べ上げた明澄が、法医学教授と裏で金銭の受け取りをし鑑定結果を改ざんしていたことを突き止める。そして後半では明澄が姫野健二を追い詰めた後、日本の刑事事件における裁判の有罪確率は 99.9%。これはドラマでも言ってましたよね、と、99.9 刑事専門弁護士を彷彿させるセリフを放つと、検察官の抱える重圧を代弁し、司法に関わる人間は人の一生を左右する立場にあるということを1秒たりとも忘れてもならない。と公正な審判になるよう強く訴えかけた。なお、姫の役を演じた馬場は、99.9 刑事専門弁護士、では弁護士、落合陽平役として出演しており、SNS 上では、まさかの 99.9 ネタ、笑った、ここにも馬場さんがいるという思わぬシンクロ、99.9 と真逆で面白い、すぐ反応した、と話題を集めている。モデルレス編集部。